わー、なんかね、じゃがいもとトマトにね気を取られてたらこんなになってしまいました。まあ、これ虫よけでね、このネットかぶせてたからね、余計ね見逃してしまったんですけど、こちらの枝豆、3月18日に種をポットにまいてこちらに移植したやつです。それとこちらの枝豆、3月30日に直巻きしたやつです。まあほとんどね大きさね変わらないですね、早く巻いてもね。まあ、とりあえずね今日はね摘心しようかなと思います。どうだろう、葉っぱが1、2、3、4、5、6枚、もうね葉っぱこういう3枚1組の葉っぱが5枚6枚出てきちゃってるので摘心します。ここら辺で摘心しとけばいいのかな、こんな感じかな。これこんな感じかな、こんな感じでね摘心しておきました。でもここも実がつき始めてるんですよ、こんな感じで。まあ元気に育ってくれてると思います。こっちもそうだね、これ実がついてる、こっちはまだね実がついてないけどね。よし、じゃあまたこのネットをかけて様子を見ておきます。